宝庫県は中華人民共和国領名称信用市に位置する県。近年、陶磁器の生産が流盛している。県名である宝庫は満州語で矢名を意味する白の添加である。新代の後期初年、貝原県が設置されると宝庫地区は、その管轄地域とされ、西京省の直轄地とされ、1807年以降は、摩擦町の管轄とされた。 1881年、公平県が設置されると宝庫地区は、その所管とされたが、1906年に、海原、鉄霊、公平3県及び、新民府の一部に新たに宝庫町が設置され、宝庫地区に独立した行政機構が、初めて設置された。中華民国が成立すると調整が廃止となり、1913年に、宝庫県に改編され、当初は、 秋道に属した。1932年、満州国が成立すると、法天省の管轄とされた。1937年1月、両賀西岸の大ケ家保村が、鉄霊県に、北西部の大野寮、鎮五十トン、大房子、車ケ家保、大田室、竜平保、十家子の村が、ホルチン左翼前期に移管され、一概26村226トンを、管轄するようになった。 日本の敗色が強まった1945年、共産党軍による攻略と、抗日拠点の設置が進められ、8月には、宝庫県に進駐、宝庫県民主政府を設立し、両年省両生行政公署の管轄とされ、茂屋加保、柏屋港、大古家庫、三面船、総大巣、修水河子、上官の7区が設置された。 1946年以降は、宝庫県は国境内戦の舞台となり、共産党と国民党による占領が目まぐるしく、入れ替わる時期が続いた。1948年2月17日、宝庫県は共産党の実行支配下に入り、同年8月17日には新たに設置された、両、北省、第一選所の管轄とされた。その後の行政整理を受けた。 宝庫県は1958年に新陽市に遺憾、さらに2004年2月には309村に対する統合作業が行われ、現在225村、15尺を管轄している。2008年8月18日、県内の柏家高炭鉱でガス爆発事故が発生し、37人が遭難、そのうち26名が犠牲となる事故が発生している。二階堂。 十二院、四教、一民族教を管轄する。ありがとうございます。